はい、ラジオ豆彦の時間です。はい、ラジオ豆彦の時間になりました。豆彦の石田です。はい、井川です。ちょっとなんでお菓子開けてんの今。いやここにこういうお菓子ってのこれ、うん、なんかあんこだね。うん、良い子のあんこ。そう、なんかさ、なんか美香ちゃんこの間畑行ってたからさ、なんかどっか買ってきたんかと思ったら、うん、普通に学芸大前で買ったっつって。へえ、こういうね、うん、今ここに良い子のあんこっていう、そう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 、商品があるんですよ。ありますね。これね、うん、何ねこれ。要はおやつの友達なんだ。多分なんかいろいろこういうなんか、うん、何？小倉トーストにしたり、ぜんざいにしたり、なんかシルコミルクとかでなんか小倉ホットケーキとか。ハサミ。あ、もうそれ食べるんですね。ちょっと食べてみよう。つぶあんなんだ。山本佐太郎商店。お前さ、このラジオ始まる30秒前にここに来てさ、いきなりそういうの開けるとこから始めるわけ。これね、いやでもね、参考になりますね。あ、まあ、あんこですかね。これもあれなんですよ、なんかね、うん、小豆と、うん、あの外をしか使ってないんですよね。十勝さんの特別栽培の小豆と種子島さんの外を使い、あんこ職人が丁寧に炊いた。なんか似てるじゃん、まさにうちじゃんねえ。これこのままうちでこれ仕入れて良い子のどこを豆彦に変えちゃう。ね、子が合ってるから、うん、おやつの友達。でもこういうね、ちょっと封をね開けて食べてみるんですけど、うん、もうあれだね、袋にそのままべっとり入ってんだね。こぼれてるよ。ちょっと俺にもちょうだい。どう、うまい？あ、うん、あのあんこだね。うまいっていうか、まあ、もちろんまずくないんだけど、美味しいんだけど、うん、でね、純度の高いあんこだ、ね、あんこ、うん、これうちの方が美味しいですよ、うん、うちのが美味しいですか。いや、美味しいっていうかね、うん、これ良い子のあんこの楽しみ方は、うん、まずパンに乗せてね、うんうん、いい、小倉トーストにしても良い、うん、でぜんざいにしてもいいし、うん、そうだね、ビスケットに乗っけてあんこビスケット、はいはいはい、シルコミルク、うん、小倉ホットケーキ、あ、いいじゃないですか、にもできるって書いてある、うん、これでもどうしてこんなこと考えたんだろうね。だってさ、これさ、一応おやつ良い子のあんこだから、うん、おやつの友達って書いてあるけど、うん、これ袋の中がさ、まるまるあんこだから、おやつとして食うには非常に使い勝手悪いですよ、これで。ね、ここにね、もう一つね、トラヤカフェのね、あ、それまた別なのね、うん、アンペーストっていうのがある。瓶詰めだね、これ瓶詰め。何屋さん。トラヤ。トラヤ、あ、トラヤって知ってる？トラヤって有名なトラヤ。そう、うん、はいはいはい、もうトラヤって言ったらあの有名なトラヤしかないでしょ、うん、ここにね、トラヤカフェってあるの知ってる？なんかさ、いや、トラヤってこういうイメージじゃない、こんなおしゃれな小瓶でさ、うん、なんかこのジャムみたいな感じで売って、そういうイメージじゃ全くないけど、これがね、そのトラヤがやってる、うん、トラヤカフェの、これもあんこ、ね、え、何、あんこ、うん、アンペースト、アンペーストだね。ちょ何これ。どれやっぱこっちは寒天が入ってるからまたちょっと違うね。いや、これね、黒糖が入ってるから。黒糖入ってんだ。入ってるじゃん、食べたら分かるでしょ。黒糖ない、お前もう一回食べてみなよ。黒糖が入ってるからね。本当だ、黒糖、メープルシロップ。 How to enjoy アンペースト。何え。アンペーストの楽しみ方、うん、How to enjoy アンペースト。あ、本当だ、黒糖の味。トラヤカフェが出してるのはね、うん、この良い子のあんこのね、パッケージと違って、うんうんうん、ちょっとシャレオツに作っててね。こうやってほら、そうだね、クロワッサン。アイスクリーム、本当だ、英語で書いてある、ね、スイートポテイト、ヨーグルト、ミルク、グラノーラ。何これ。でね、うん、ここにもう一瓶あって、そっちの白いの何。これ白ごまときな粉。え、白ごまときな粉、へえ。これね、このちゃんと脱皮したあって、でも開けやすくていいね、うん、これ、うん、この表面もね、綺麗。そうだね、さすが機械で作ってる。うん、うーん。どれ。何これ。白ごまときな粉だ。だってそう書いてある。そう書いてあるんだろ。
白ごまときのこって書いてあるのにブルーベリー入ったら嫌じゃん。何これ。なんてな感じだね。これ何に使ったパンに塗ったりするの。いやだから書いてあるんだよ、クロワッセント、アイスクリーム、スイートポテイト、ヨーグルト、ミルク、グラノーラ。さっきそれ、ま、全部言ってたのに全然聞いてなかったに使うっていうちゃんと使い方まで書いてある。お前の発音が中国人みたいだなってことしか思ってなかった。これね、今ここに2つたまたまね、これ多分ミカがね、あたりがね、うちでもほら購買部でこうやってる、あ、そう、まさにこういうのやってるね、やってるから、多分こう参考にと思って買ったんじゃないの。ああ、なるほどなるほど。でもいずれも美味しいんじゃないですか。これもね、でもね、ちょっと面白いことが発覚した。今？何？あのね、この人たちと、豆彦の違い。おお、いいね、面白いね。これどっちもあんこじゃ、お前、じゃあ今日はお前にあんこについて。そうね、はい、あんこについて。よい子のあんこ。良い子のあんこ。てるてっ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 ていう。あのさ、これはどっちも食べて、はいはいはい、あんま好きじゃないんじゃない。僕はもともと甘いの好きじゃないし、特にあんことかは結構苦手だからね。でしょう、だからね、これを食べて、さらにあんこ嫌いになっちゃうんじゃない。いや、まあそんなに今ねちょっと食べただけだから、まあでもそれちょっと食べるぐらいだったら普通に美味しいです。だからこれを自分のために買うかってこと。あ、それは買わないね。買わないでしょ。買わないね。これね、購買部やってるので、僕あんこについてはちょっと詳しいんですよ。まあまあまあ、だいぶ前から詳しいけど、ね。こんな十勝さんの特別栽培の小豆とか言っちゃってますけど、これうちもね、千歳さんの特別栽培なので。そうですね、弊社の畑で。それもうちの品種はね、テオリーっていう。テオリー？テオリー？テオリー？数ある小豆のブランドの中でも最も最高級品と言われているテオリーっていうね、品種なので。ちなみにテオリーって何なんですか？手でよるって。この人たちだってどんなに頑張ったってテオリーではないからね、まあね、いや、まあテオリー品種じゃないと思うけどね。でね、これでどっちもね、これ今見てて裏面の箱見て気づいたんだけど、これ良い子のあんこは、はい、山本佐太郎商店が ねすごいね。山本佐太郎商店って僕存じ上げませんけど、僕が販売者で、はいはいはい、製造者が株式会社岩野屋さんって書いてあるのね。そう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 。でこのトラヤカフェのこのあんペースト、これもね、製造者はね、トラヤ、これ静岡県御殿場。そう、御殿場なんだね。トラヤの工場は御殿場にあるんですよ。でもね、販売者がね、トラゲン、トラゲン、トラゲン、東京都中央区銀座。ああ、なるほどなるほど。会社になってる、これつまり製造者と販売者が違うんですよ。そうですね。そっちの良い子のあんこもね。そう。名古屋と岐阜だもんね。で豆彦は、当たり前だけど製造者と販売者一緒だよね。そうだね。でこれはね、今の時代をね、とても象徴しているなと思いました。そのトラヤさんとかこの良い子のあんこが。あのさ、豆彦ってもう十何年やってますね。やってるけど、まあまだ江戸時代ぐらい、江戸ってこともないか、昭和初期。いや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 、昭和も行ってないね。つまり江戸から昭和なんてそんなことないから、まあ、前時代的ってことですか。大正、大正ぐらい、あ、いやいや明治。よくわかんない、近現代史わかんないけど、何なの、富岡製糸工場よりも下。知ったっていうか以前ね、はいはいはい。だってさ、自分たちでさ、これ昨日もね、豆彦やってて、あんこが甘すぎると、おみんなでクレームが来て、社内っていうか社内で、はいはいはい、それで、どうしてかって言ったら、
今ジュリってやつがね、あの子変えてんのよ。ジュリくんね。うん。ジュリって、うん、あの平川くんっていうのが本名で、はいはいはい、なんかヒロキっていうのが本名なのに、うん、あだ名がジュリ。ジュリっていうね。ジュリの要素は全くないけどね。まあないんだけど、うん、でこの平川くんっていうのはね、うん、極めておっちょこちょい。あ、そうですか。なんですよ。でもあんこ担当だね。そうだね。前 かき氷やった時もね、そうやってたね。平川、まあ、ジュリーがあんこ担当なんだけど、うん、このあんこ担当のやつがね、うん、もうしょっちゅう砂糖の入れる量間違っちゃう。ダメじゃないですか。いや、ダメよそれ。砂糖の分量とかでスイーツのいろはのいいじゃん。だっていや、そうやん。だって小豆 のあんこの材料ってさ、うん、小豆砂糖なんだから。そのうちの砂糖の量を間違っちゃったらさ、それはあんことしてどうなのよってことでしょ。でも昨日もあの社内クレームがあってね、あんこが甘すぎると、これなんかおかしいんじゃないか、色つやがおかしいっていうクレームが来て、で誰が作ったのか確認するしたら、最後仕上げたのはヤスだと。あ、ヤスね、うん、ヤスだじゃないよ、ヤス、うん、うちのヤス、ね、ヤスが、うん、だからあいつじゃないかって、犯人探しがヤスじゃないかって言ったわけ、うんうん、そしたらさ、豊洲の問題じゃないけどさ、うん、私は仕上げただけだ。全担当者がやった分には全担当者が、分量だのなんだのを決めておりますと、うん、で私が仕上げた時点では、うん、そのような何か失敗っていうか落ち度があったことは認められませんでしたって言って、それで平川くん証人喚問で呼び出したわけよ、ジュリーをね、ジュリーを、うん、そうするともう慌ててね、うん、え、いや、あ、いや、で、あ、え、すいません。あいつのいいことはね、うん、いいとこはね、うん、まあ、二言目にすぐ謝る、うん、いいのか、まあでも今大事だね、まあ、謝るしかないからね。まあそうだよね、そのケースではそうですね。そう、うん、でこういうのって、うん、あ、こういうケースになると平川くんはね、うん、今いる社員の中で唯一男子だから、うん、あ、そうか、そうだね、ポンポンで抜けちゃったもんね、男子たちが。でそのまあ女ってさ、うん、ほんと浅ましいから、こういう時に私じゃないみたいなことすぐ言うんだけど、うん、だから結構全部平川くんのせいになってるわけ。お、はいはいはい、だって平川くんはさ、うん、追求されると、うん、すいませんって。ああ、そうか、自白しちゃうから、まあ、やってないのに。でもそこで一旦落ち着くからね、この事件が。それでね、うん、この平川くんが砂糖と小豆しか材料のないものな、その砂糖の分量しょっちゅう間違っちゃうので、うんうんうん、あんこの甘さがしょっちゅう変わっちゃうわけよ。それはよくないね。よくない、うん、でもよくないんだけど、うん、まあそうすることによって、うん、まあ逆に言えばちょっと夏場の時期だと、かき氷用にお前ちょっと甘く作れとか、普段パンに塗るやつだったら甘いと美味しくないからもうちょっと甘さ控えろとかっていうことを、まあ調整できるわけですね。そうだね。でその炊き方の指導は僕がやってるわけ。あ、はいはいはい、だから工場長は僕になる。いや、そうだね、うん、だから、まあ、最終的な証人喚問を俺が受けるしかないんだけど。そうね、ね、それがここのさ、今のアンペーストと、うん、そのトライアルね、良、うん、い子のあんこはそういうことにはなってないわけ。ん、つまり、うん、はいはい、うん、製造者と販売者は違うから、うん、販売者は、うん、製造者に、うん、もし万が一ね、うん、その要は小豆のブリックスって言うんだけど、うん、だ糖度が違ってたなんてことあったら、うん、もう取引停止だよ。あ、なるほど。でしょ、だって山本佐太郎商店がさ、良い子のあんこをね、うん、食べてお客様からね、うん、うちの子が虫歯になったってクレームが来た時に、うん、岩野屋さんのそのあんこを確かめてみたらしょっちゅう甘さが違っててね、いつも子供にスプーン一杯与えてたのがいつの間にか甘さが違ってきちゃったって、うん、ここに栄養成分表っていうのもあって、あ、はいはいはい、100g あたりちゃんとエネルギーが 235kcal とあって書いてあるわけじゃん、うんうん、だから本当かどうか知らないよ。でもそれは糖度が、うん、違ってても分かんない、うん、違ってたらこうずれちゃうから ね、うん、そうね。でこっちにも書いてあるこのトラヤさん、ね、トラヤさんも、うん、1食 15g あたり、あ、はい、誰が1食 15g って決めたんだろう、ね、その15ってどっから来るんだろうと俺も思ったんだけど、でこれ 110g の瓶だから、うん、これ7食分、
あと 5g 余る。そういうことだね。その 5g どうする、どうしてくれるの、まずそっから追求するね。ねえ、トラヤ君。110g のうち1食 15g って勝手に決めたもんだからね、7食あ余り5をどうするんだって、どうしていいかわからない、ね、3瓶買わないとつじつま合わないからね。で、いや、そうそうそうだ ね, ね、だから仕方なく3瓶買わざるを得ないっていうことになっちゃうよね、うん、ああそうですよ。いやでもね、うん、そうやって見るとこれどう見たらいいのかな、この小瓶は、うん、1食 15g あたり 35kcal、うん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 、ってことは、100g あたりおよそ240ぐらい、うん、そのくらいかな、うん、でこっちも 100g あたり 235kcal、うん、同じぐらいだね、同じぐらいだけど、うん、このトラヤさんのアンペーストの方がカロリー高いよ、うん、だってそうでしょ、あ、そうか、ちょっと高いね、ちょっと高い、うん、ってことはこれそういう計算ができる人からすると、うん、トラヤさんの方が、うん、この良い子のあんこよりも、うん、ちょっと甘いってこと、まあそうなるよね、うんうん、なるじゃん、うんうん、でさ、何が言いたいかっていうと、うんうん、今は作る人よりも、うん、売る人の方が権力がある、うん、ああそうだね、それどの業界でもそうだよねってことじゃない、うん、でうちみたいのは、うん、売る人と作る人が一緒だから、うん、ともすると、うん、作る人の方が権限強くなっちゃう。あ、そうかそうかそうか、あり得る、あり得るわけよ、うんうん、うちにいるヤスっていうのがいるんだけど、うん、あれ作る担当から、うん、まあ抜擢して売る方にもなってるけど、そう、ね、根っこが作る方だから、うん、オープニングの時からそう、そうだね、その作るっていうことをなんか良しとしてるっていう、うん、でこれね、このアンペースト小倉庵を、うん、トラゲンさんは、うん、どう思ったかっていうと、うん、多分、うん、知りませんよ、間違ってるかもしれないけど、うん、このいかにもトラヤカフェっていうネーミングとか、うん、はいはい、このだってフォール小豆ビーンペーストって書いてあるんだから、だからまあ外国人に売ろうと思ってるのかもしれないし、うんうん、まあ、おしゃれ感を出してるのかもしれないね、うん、要は若い子に売れませんよねっていうマーケティングがあるわけよ、はいはいはい、マーケティング調査が、うんうん、多分最近あんこを食べましたか、うん、よく食べる、うん、食べてない、全く食べてない、うん、あ、一緒か知らないとか知らない食いたくもねえと か,、うん、かそういうのがあって、うん、でなぜですか、うん、じゃあ食べない人に聞きます、あ、そうだね、なぜですか、うん、っていうと甘いからとかなんか、うん、カロリーがちょっととか、うん、食べる機会がないから、うん、そもそも朝ごはん食べないからとかね、うん、でその中に多分食べる機会がないからっていうと、うん、昔と違ってそのあんこを食べたくても、うん、じゃあ、次の質問で、うん、じゃあ食べる機会があったら食べたいか食べたくないか、うん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 、ま、食べたい、うん、あれば食べる、うんうんうん、あっても食べたくないあれば食べるあたりが多分多いんだろうね。でそうすると、まあ、調べるとね、うん、多分潜在的に、うん、手近にあんこを手に入る機会があれば、うん、トラヤさんの売り上げはまだあと潜在的に15億円 の,、はいはいはい、まだ手つかずになってる、うん、小豆女子がいるはずですと、うん、あれば食べてくれるはずの小豆女子、そう、ね、とかってやってんじゃないの、分かんないけど、いやいや、コンサルなんだか、うん、フットサルなんだかフットサル関係ないいやでもそんなの今どこでもやってるでしょ、ね、うん、サルサソースか知らないけどいやでね、だから、うん、このさ今食べたらねアンペースト、うん、まあ甘いじゃないこれ。いやもう甘いですよ、ただひたすら甘いわけよ、うん、なのにさ原材料名見るとさ、うん、ちょっとしたこじゃれ感があって小倉あんに黒砂糖、うん、黒砂糖ね、メープルシロップ、はいはいはい、って書いてある、うん、これね黒砂糖とメープルシロップいらないと思うんだよね俺に言わせれば、味的には、味的には、うん、小豆っていうのはさ小豆そのもののうまさってあるのよ、あ、はい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 、うちの畑でね作ったやつなんか食べる、うん、本当に小豆のいい香りっていうか、うんうん、でもこれにはさ全くその小豆のいい香りしてないわけよ、あ、ただ甘くて、うん、
黒糖の香りだけがする。黒糖は結構強かったね。そう、うん、でもこれはさ、瓶見た人が黒糖、え、メープルシロップっていうの書いてあるの見ると、うん、なんかいいかも、そうね、うん、って言ってて、ちょっとオシャンティーだよね。オシャンティーじゃん、うん、メープルシロップ今流行りのオシャンティーですよ、ね、だからメープルシロップなんて入ってると、え、じゃあと思うけど、うん、これ食べるとさ、メープルシロップの目の字もプル字もないんだよ。目の字もなければプの字もない、プル字もないじゃん、うん、だからさ、これただ作ってるだけなんていうの、マーケティング的にメープルシロップ、うん、じゃあ次メープルシロップと書いてあると買いたいか、うん、買いたくないか、うん、ね、次の中から原材料名に入ってると、うん、ついつい買ってしまうものベスト5に黒糖、メープルシロップ、うん、蜂蜜、きな粉、うん、ごまっていうのがあると思う。それがその2瓶だね。これがその2瓶だと思うのよ。いや、そうなのよ。だって、うん、うちの女子に聞いても、うん、多分今の5つ、うんうん、ね、まず蜂蜜ね、うん、メープルシロップ、うん、黒砂糖、うん、ごま、うん、きな粉、うん、これが入ってさらに小豆があると、うん、はいはい、体にいいと感じる、もしくは自分とすごく親和性の高い食品ベスト5じゃん。だって今の5品のうち私も3品毎朝食べてるもんね。え何まあ、ごまはいつも食べるし、僕、え、まあ、ちょっと待って、どういうこと、ごまどうやって食べるの。ごまはもうこうやってなんかボンにボンボンボンに瓶に入れてあって、ボンに瓶と置いてある。なんか違うよ、瓶にボンって置いてあるんだろ。そう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 、うん、で、いや、なんかね、味噌汁にかけたりご飯にかけたり何でもかけるんだけど、うちの子供も好きだからね、うん、で僕今いつも、あ、毎晩食べてるのが、うん、ごま入りのきな粉ってのがあって、うん、でそれをヨーグルトに入れて、うん、蜂蜜かけて食べるんですよ。今ので3品入ってます。やっぱりね。ほらほら、今私ダイエット継続中だから。あ、いや違うよ、これはね、本当にやっぱマーケティング的にみんなのその刷り込みがあって、うん、あ、はいはいはい、ね、うん、セサミン、セサミン、イソフラボンなんですよ。イソフラボン、はいはい、そいつらを取れば、うん、まあいいと思ってる、うん、まあ、お前の奥さんもさ、はいはいはい、まあ、そのオシャンティーが好きだから多分だから、うん、そう、お前が買うんじゃないだろ。ごまも蜂蜜もきな粉も、いや違う、これはね、うん、俺が買う。いや、買うのは買うかもしれないけど、うん、そんな夜中に、うん、そのヨーグルトにきな粉かけて食べようなんてお前が思うわけがない。あ、それはそう、そうでしょ、うん、だから買ってくるのはお前かもしれないけど、うん、そういう風にしてお前の体をいたわってるってことになってるわけじゃん。あ、そうですね。だからこの2つはだな。じゃあお前にやろう。お前今日から、いや、いいよ。だってお前さっきのこれ見ろ、よく見ろ、ヨーグルトって書いたんだよ。あ、本当だ。お前のうち用だよこれね。これもあげちゃう、もう良い子のあんこも。いや、いらないよ。いや違う、こんな食ったら太っちゃうじゃないか。違う、だ、いや、そうだから、そうなのよ結局、うん、でね、俺次に文句言った。このだから、うん、そのお前の奥さんみたいな人を、うん、ちゃんとやっぱマーケティング調査した結果、はいはい、まあ実際ちょっと失敗してるとは思うよ。まあ、そうですか。つまりサイがこれを買うかっていうと、うん、俺買わない気がするから。あ、そうね、うん、だって実際高いんでしょこれ。いやいや、高いっていうか、まあ、ごまわざわざそんなもの入ってなくてもね、うん、自分でかければいいやっていうところがあるから。でもそういう、うん、なんて言うんだろう、知恵が足らないと思うわけよ。こういうコンサルティングの人たちにこういうこと言われれば買いますよって言ってて、うんうん、いや実際さ、これすごい売れてんのか、バカ売れしてんのかもしれないから、あ、まあそうだ ね批判して、うん、こんな買うやついんのかよっつってよく見せてあげたら、いや、これ年間100億便売れてますよって。100億便、国ができるわそんな。言われちゃうかもしれないから、俺も何とも言えませんよそれは、うん、でもこれにしてもこれにしてもね、うん、小豆の風味がしないっていう点では一緒なんだよ。ああ、この良い子のあんこもですか。良い子のあんこも小豆と砂糖しか入ってない。入ってないけど、うん、でね、これはね、どういうことかっていうと、うん、もうべらぼうな砂糖が入ってる。ああ、お前が想像してる、はいはい、砂糖の倍は入ってる。うん、俺結構な。俺のなんかだいぶどっさり入れてる感じするけど。どっさり、お前のどっさりの。うん、さらにもう一どっさり、もう一どっさりですか、うん、もうほとんど砂糖なんですけど。いや、そうです、だからこれほとんど砂糖なの。
だからきな粉が入ってようが蜂蜜が入ってようが、うんうん、ほとんど砂糖なんだよ。あ、こんだけ砂糖が入ってると、あ、だって原材料名も砂糖が先だもんね。砂糖小豆だもんね。そうでしょ、うん、だからこの材料を見たって砂糖が先っていうのはさ、うん、あの砂糖の量の方が小豆より多いよっていう意味なのよ、ね、うん、だからね、こんなことするぐらいなら、うん、俺に言わせればよ、うんうん、小豆炊けっちゅう話よ家で。あ、なるほどね。だからこんな、うん、そのペーストでね、うん、体にいいとかおしゃれ感、うん、おシャンティーをね、うん、演出するして、うん、これを買って、きな粉が入ってるから、蜂蜜入ってるからたっちゃんいいわねなんつったって、うん、全然砂糖だからただの、うん、でもこれどうしてそういうことが起きるかっていうと、うん、それだけ多分あんこが売れないのよ。あ、そうね、大体ね、こういうのって糖度で言ったら、うん、どのぐらいなのかな、70とか。で1対1だと50よ、うん、砂糖1、うん、小豆1ぐらいでね、うんうん、で70ってことはだから砂糖が、もう砂糖に何か入れたってことだよね。そう、砂糖に小豆が入ってますよっていうぐらいの糖度にしないと日持ちしないから、うん、あ、なるほど、はいはいはい、うん、それはあるよね。で日持ちさせたいってのはなんでかって言ったら、うん、売れないからでしょ。売れたら日持ちしなくたって、ね、で作ったそばから、うん、あの売れるわけじゃない、うん、で赤福ってあるんだよ。あ、はいはいはい、うちはね、あの赤福の、あ、食べたことある？いや、もちろん、あれ奥さんが好きだから大阪出張のたんびに買ってくんだけど、うん、あれ持たないよね。持たないよ。あの、なるべくその日のうち、せいぜい明日までに食えって書いてある。うん、そうなる、うん、で、うちのあんこはあの赤福と同じ糖度なの。あ、俺ね、赤福結構好きなのよ。いや、そうです、うん、うん、そうなんですね。そうなんですよそう、だから赤福もこれらも同じ小豆と あれなんだけど、うんうん、赤福とかうちのあんこは小豆が先よ、うん、ああ、この原材料名で言うなら、そう、うん、小豆に少々砂糖が入ってる、はいはいはい、まあ、少々って言うの、それでも結構赤福もそうなんだ。そう、あ、じゃなかったらこれは、このトラヤのアンペーストで作った赤福だったら、うん、もう赤じゃない顔が真っ青になって青福そのぐらいね、砂糖っていうのは相当入ってるわけよ。だから逆に赤福が日持ちしないのは多分砂糖があんま入ってないからなのか。いや、そうなのよ、うん、でうちもそうなのよ、はいはいはい、だからうちの場合はもうしょっちゅう炊いてるわけ、うん、でも毎日炊いてるもんね。もうほぼほぼ毎日炊かないと腐っちゃう、うん、っていうことの繰り返しだから、うんうんうん、だからね、こういうようなアンペーストとか、うん、こういうものをね、うん、お前のうちでそのなんかこう体にいいよとか、うん、マーケティングでこんのして、うん、いいんだけど、うん、結局自分たちの製造、つまり販売者はこういうことをやりたいっていうのがあったと思うね、はいはい、で多分製造者に、まあ、こうしたいって言ったとしても、うん、いやー、そんなにね、糖度下げちゃうと、うん、持ちませんよ。そうね、だから俺断言したいのは、このトラヤのアンペーストは1億瓶も売れてないと思う、うん、あ、だから日持ちする。そう、うん、だこんだけ甘く作っちゃうっていうのは日持ちしないから、うん、あ、日持ちさせたいからでしょ、うんうん、そうだね、だから日持ちさせたいってことはそんなに出ないからってことでしょ、うん、だからで多分これによって甘さ、うん、あ、その小豆の美味しさを知ってもらって、うんうん、知ってもらってなんなら羊羹に流したいわけじゃん。あ、はいはい、そうかそうか。でも、うん、これを食べちゃったら、うん、まあやっぱりあんこ嫌いかもっていうところにとどまっちゃって、うん、その羊羹の方に行かないと思うんだよね。そうね、やっぱ本丸は羊羹だからね。そう、トラヤ。だからやっぱりトラヤさんがね、うん、もうその場であんこを炊いて、うんうん、各お店で、うん、でその場でこの小豆の風味とか小豆の香りみたいなものを、うん、まあ、楽しめるカフェを作ったらいいんじゃないかと。それうちのことだね。あそういえばそれうちのことだね。そうかでも大した小豆のあんこみんな美味しいって言ってくんないから、トラヤさんのやり方の方が合ってる。合ってるのかなうちもそんなバカ折れしてるほどでもないからね。確かに1億瓶どころかじゃあジュリーにもっと甘くするように言ってみる。
承認かも